長がら級軽順のユラです。かの対戦では一時期、四水戦の機関を務めました。姉妹艦よりも早く舞台から降りてしまいましたけど、今度こそ私、最後まで持ちこたえてみせます。あの、指揮官さんはどこにいるかご存知でしょうかあて、本日着任しましたユラと申します。 あなたが指揮官さんですかその、手形とか、証明書とか、本当に指揮官さんだと確認できるものはありますか指揮官さん、あの、よくぞお越しになりました。たまに当てが当てでないような気分になりますね。それもきっと、私なのでしょう。 指揮官さん、お茶の暑さが気になるのでしたら、うーん。あてがふうふうして差し上げましょうかあぶくまねえくっちゃねというのは、よろしくないと思いますよ。違うんですかまあ。駆逐艦の子は、そうですね。 いつも元気いっぱいで、あちこち走り回ってて、なかなかペースに合わせることが難しいような。見えなくても、ずっとそばにいますよ、わたくし。わたくしのことですか確しか、ユラの昔の名前に縁のある方のような、どうなんでしょう。 宛てに何か用でしょうか指揮官さんに嫁入りするしかありませんね。<laughs> <laughs> あら、指揮官さん。こちらの任務は、あまり放っといたままにしない方がいいような。あら、そういえば、任務完了の報酬がもう受け取れると、言ってませんでしたっけ 私に読み上げさせましょうかようこそ、お戻りになられたのですね。すみません。こちらの書類はどこに置くべきか、ちょっとわからなくて。委託組が戻ってきましたよ。人手が足りなければ、私にでも行かせましょうかあら、今何か起きたような。 少し様子見した方がいいような。私のおかげです。ありがとうございます。一度、引き下がる方がいいような。まずは慎重にね。陣形を立て直した方がいいですね。もしや、占いで出てきた災いは、 指揮官さんのことでしょうか。指揮官さん、宛てに任せる仕事がないようでしたら、裏山のお社にお手伝いに行ってきますね。私のことですかお、それもあてのことというかうん。指揮官さんが理解しやすい言い方で説明すれば、 指揮みたいなものですね。占いで指揮官さん、悪運に見舞われると出たので、あぶくま姉たちと邪気よけの幸運祈願のお守りを作りました。油断せずに、いつもつけておいてくださいませ。指揮官さんのことを思うと、もし何かが起きてしまったら、と、 心配しちゃいますね。わたくし。い,いえ、あてにいつもそばにいさせてくださいませ。そうすればあても、きっと心配しなくて済みますからね。あら、指揮官さんと結婚するのですね。本当にいいですか <laughs> <laughs> 少し嬉しすぎて、気が動転していました。感謝です。まあ、皆慎重にね。あてのお友達うーん、よくわからないような。私のことが見えますか